本日は北朝鮮の対日米韓軍事挑発という問題について、昨日発表された中距離弾道弾ノドンを日本海に向けて発射したという事件の解説をしてみたいと思います。北朝鮮というのは日本の治安防衛の問題としてはね、もう毎年の防衛白書1ページも書くと終わっちゃうようなね、取るに足らない国だったわけです。軍事的な脅威であったことは昔はなかったしね。で、いわゆる覚醒剤だとか密入国だとかスパイ活動とかね、本質的には日本に対する破壊活動なんですけれども、軍事的な脅威ではなかったんです。それで自衛隊防衛の問題としては、防衛白書にも本当に1ページぐらいで終わっちゃう。警察にとっては大問題で、もう警察上の軍事と警察と分けるとすると、北朝鮮問題っていうのは長いこと警察問題だったんですね。治安問題であって、覚醒剤の密輸も困るし、密入国もまあ何のためやってんだかわけのわかんないスパイ活動も困るし、まして破壊活動をやられたら困るという存在だったわけですね。だから防衛白書や警察白書にも朝鮮戦争の時のような在日朝鮮人の破壊活動、反米軍事サボタージュというか破壊活動、こういうものを警戒して日本の治安防衛政策っていうのは長いこと推進されてきたんですね。で、これがね、もう重大な問題になるのは21世紀に入ってからなんです。特に2006年っていうのが大変な年でね、この時には核弾頭小型化のためと思われる核実験を国内で地下実験でやってますね。と同時にノドンミサイルという、当時はまあ射程距離 1000キロぐらいかなって言われてたやつが1300キロ飛んできちゃって、日本を飛び越してですね、太平洋に落下したと。こういう2006年のミサイル騒動っていうのがありました。まあ、幸いにして核弾頭は小型化に成功していないであろうと、まあ、核弾頭を何発か持ってるだろうと、これはねアメリカの当時の国防次官が公式にね、広島級のファットボーイってんだけど、重爆撃機に詰めるぐらいの大きさ、何トンかの大きさのねファットボーイは数発持ってるだろうと、当時の国防長官が公式に見解を表明したことがあるんです。だから小型化っていうのも広島原発ぐらいにまではなってただろうと。だけれども中国は長距離爆撃機持ってませんしね、それからミサイルはまだ未発達だったし、せっかく爆弾作っても運搬手段がないわけですよ。ですから軍事脅威にならなかったのね。で、まあ大変な潜在的な脅威ではあるけれども、21世紀に入った当初はまだ軍事脅威ではなかったんです。2006年からね、もうにわかに警察対象ではなくなって、もっと大きな日本国民の生命身体財産を脅かすに足る重大な軍事潜在的軍事的脅威に、膨大な脅威に成長してしまったというのがこのノドン問題なんですね。それでそれノドンまでの間はね、彼らはスカッドってのを持ってたんです。
今も時々ね、短距離ミサイルを発射って言ってよく航海かなんかに向かって撃ったりしてますね。あれがスカッドっていうやつで、スカッドの射程距離っていうのは2、300キロなんですね。それで湾岸戦争の時にサダム・フセインがしきりにヨルダンだとかあるいはサウジアラビアとかそういうところに撃ち込んできていたソ連製のスカッドミサイルというのが北朝鮮の持っているミサイル戦力だったわけです。これだとね、日本に届きませんでした。それで軍事的脅威としては軽視されておったんだけど、6年のその原子爆弾実験とノドンの発射によってにわかに北朝鮮問題というのは日本の軍事問題になったんですね。まだこの段階ではアメリカは届かないからあんまり気にしてなかったんですね。それで2009年というのに、その3年後に今度はアメリカがびっくりするわけです。射程が伸びてきちゃった。それがテポドンと呼ばれている長距離ミサイルですね。これICBM インターコンティネンタルバリスティックミサイルなんです。それでハワイには楽々届くと、アメリカの東海岸まで届くだろうと、射程9000キロって言われましたね。それでアメリカのカリフォルニア沖ぐらいまで飛んでっちゃったんですね。どこへ落ちたかさえ分かんないんです。誰もそんなに飛ぶと思わないからね。でアメリカはね、36カ所ねミサイル防衛のため の, そういう高性能 の, そういう防御網を持ってるんですけどね、ほとんどがねカナダ向いてるんですよ。というのはソ連が主敵だったですから、ソ連からその先発を超える ICBM が飛んでくると、こういう想定でレーダー網は全部北向いてたんですね。それで太平洋を向いてるのは一つしかなかったんです。だからそれを2009年にそれでは捕捉できなくて、日本にどこ行ったって聞いてきたという状況、アメリカのミサイル防衛網というか世界中に張り巡らしたその探知能力から言っても、太平洋側からアメリカを脅かす長距離ミサイルが飛んでくるっていうのはアメリカの戦略想定の中に入ってなかったんですね。それでそれを日本を頭越しに撃ったテポドンがアメリカ東海岸まで到達する能力を持っているということが分かって、それでにわかにアメリカがミサイル問題を重大な軍事的脅威として取り上げるようになったと。でそれはこの間ね、今年分のペンタゴンの4年に1回の防衛白書があるんです。QDR と呼ばれてます。 Q はねクアトレリアル、4年に1遍のクアトレリアルディフェンスリポートの頭文字ですけど、 QDR というのに実は4年前にホワイトハウスがオバマに代わって民主党に代わって新中国派に代わって、閣僚や補佐官たちがみんな中国最優先、中国、日本よりは中国というふうに変わった時に、ペンタゴンだけね実はね中国を仮想敵国視してたんです。そういうリポートが出てるんです。そのリポートではこれからの戦略的な脅威は中華人民共和国と北朝鮮であると。でそれに対抗するには日米軍事同盟条約と米韓軍事同盟条約を強化しなきゃいけないと。これがねペンタゴンとホワイトハウスのもう真っ向からの意見の対立だったんですね。それで軍はどん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 その
進めて、一個空母機動隊でやっときゃいいやと思ってたアジアの問題を二個機動隊に増やし、機動今だから二隻太平洋に回ってきてるんですよね。依然として中東が主力ですから、日本に日本のためには一隻しかなかったのが今度まあ二隻になると。それから海兵四個師団アメリカ持ってるんだけど、あの本国に置いてある一個師団をオーストラリアに前進させると。それであのインドネシアとかあのフィリピンとか南シナ海の中国の軍事増強に備えると。だから海兵隊が沖縄に一個師団、オーストラリアに一個師団って二個師団になるんですね。これはアメリカの陸軍の配置というのは、陸軍第二師団というのが朝鮮半島38度線のところに配置されているだけで、あとは沖縄だけだったんですね。その兵力を増強してアジアを守ろうという姿勢に変わって、この軍の強硬な姿勢がホワイトハウスを動かして、ホワイトハウスがやはり中国を仮想敵国とまでいきませんけれども競争相手というような表現、コンペティターというような表現を使ってたと思いますけど、中国は重大な競争相手であると、日本より恐ろしい国であるというふうにペンタゴンも変わ、あ、ホワイトハウスも変わってきて、それで今年出てる QDA に何が書いてあるか、また私武将して読んでないんですけど、これも出てます。それの中にペンタゴンと軍の意向がはっきり出てくると思うんですけど、だからそういう QDR の精神からいくと、日米韓の3者が北朝鮮なり中国の海洋進出に対して一致団結してないと困るような世界的戦略情勢に変わってきてるんですね。でその中で日本だけ民主党が愚かにも沖縄から出ていけ、ガムに行け、あの第7艦隊さえありゃ太平洋はいいんだと、海兵隊なんかいらないというね、そういうことを小沢一郎だとか鳩山由紀夫だとか本当のしっかりした保守政治家であるべき人たちが、そういう安全保障に対して実に無知であって感度が鈍いということを暴露しちゃったんです。しかもそれを政策化しようとしてね、普天間すぐ返せ、辺野古はやらないというようなことをやったもんだから、大変アメリカの日本に対する信頼は落ちてしまったと。そういう状況の時に韓国にあのパク・ウネというクネというパク朴正煕、パク・チョンヒ大統領の娘さん、これが初めて韓国で女性の大統領になっちゃった。それで日本の世論は一時、パクさんというのは親日家でしたから、陸軍士官学校でだったしね、これでね韓国は一挙に日韓関係良くなるだろうと思ったら逆だったんですね。驚くべき反日家だったと。でこれをね、一生懸命反日じゃない反日じゃないって長いこと言ってたんだけどね、もう近年に至ってね、やっぱり従軍慰安婦の問題、銅像を建てるとかね、あるいはアメリカに対するいろいろなロビー活動、そう世界中に向かって日本の悪口言ってると。従軍慰安婦問題っていうのがもう片付いてるはずのことがね、にわかに急上昇して、世界中で従軍慰安婦の在留韓国人が記念碑をあっち建てるこっち建てる、あの州議会でもってほとんど対日批判に等しい決議をさせるとか、全くその昭和32年に片付いたはずの日韓問題を全部蒸し返しに来たと。こういう
困った大統領ができちゃったわけです。それで女性だからなんとなく韓流ブームって言いますか、韓国の俳優だとか歌舞台だとかダンサーだとかが今文化交流、それから食べ物ね、朝鮮料理が非常に日本で栄えているという日韓接近ムードができてきてる。その中で政治家だけ、政治行政というか外交だけ日韓最悪の状態に近い状態になっちゃったと。それでこれはね、僕クネという女性大統領、女性大統領が出れば日韓関係良くなると日本国民ほとんど全部そう思ってたのね。それで僕正規、新日課で陸軍士官学校でだった僕正規の娘だっていうんで、これも当然反北朝鮮ですから、これからそういう 共同の敵に対してうまくやってくれるだろうと期待をしてたのが完全に裏切られましたね。それでこの女性は誰がどう見ても非常識です。で、歴史認識というようなことを言ってますけど、自身がよく勉強してないんじゃないかと思われる。それから日韓会談、昭和32年でしょ、32年か3年にかけて日韓会談でもって、もう名分上はっきりね、その援助をする6億ドルの範囲内でそういう従軍慰安婦問題は全部韓国政府において処理するということが明記されているわけですから、それと同時にね、強制労働させられた生き残ってた人に対する賠償責任っていうのも、これもこの日韓平和協定の後は韓国政府が処理するということになってて、韓国内でもって裁判所への訴え、強制労働をさせられた損害賠償しろっていうのを、それ今まで裁判所受け付けたことなかったのが、この僕クネ大統領になってからね、方針が変わっちゃって、最高裁で三菱金属だったかな、なんか3社ぐらいの強制連行労働者の損害賠償要求を受け付けちゃったんですね。それは韓国裁判所が受け付けて裁判するって問題じゃないと思うんですけど、強制労働の問題を少なくとも今までの韓国政府大統領は国内でもって、強制連行された損害賠償をしろという対日請求を裁判所に出すことを認めなかったんですね。それが今度僕クネさんがなってから裁判所が受け付けてしまったと。まあまだ数十人という単位のもののようですけど、これはだから何万、何千何万という訴訟になるわけです。それでそれを戦後60年経ってて今になってね、この時期にそういうことを認めるというのは、従軍慰安婦問題と同じくらいね、外交的には対日有害活動なんですね。これは対日だけでない、東アジアの平和と安全のためにね、そういう感情的な子供じみたことをやるべきでないと私は思います。で、今度の大統領は韓国の国際的な成長の具合をこの女性大統領によって非常に未熟な状態であるということをさらけ出してしまったような外交上の大失敗だと思います。それと特にですね、一昨日オランダのハーグにおいて、せっかくオバマ大統領が首脳会議の席で全くアメリカのイニシアティブでですね、
アメリカにとってはさっき申し上げたように中国だけじゃなくて北朝鮮が核ミサイル攻撃をアメリカ本土に対して与える能力を持っちゃったということでもってこの東アジアにおいてアメリカの安全保障条約のもと韓国と日本とが自分に協力してくれること、これが大事であり、かつ日韓が争ってもらってはもう中国に対しても北朝鮮に対してもアメリカとしてはそれが調整できないということになると威信の失墜ですからね。だからアメリカとして非常に困ってる。で困ってるところへ我が安倍晋三総理も言わなくてもいい時に言わなくてもいいことを言うというね、あれは補佐官たちが悪いと思いますけどね、そういうのがあって感情的になっているというのをオバマが一生懸命、ケリー国務長官が根回しをして一生懸命仲直りさせようとしてわざわざ日米韓の首脳会議を45分間ですけれども、そのハーグのサミット会議の席でわざわざ設けてくれたんですね。でそれはもうテレビでそのまま放映されました。で見てると安倍さんが一生懸命いかにもサミット国の首相らしく自分の感情だの意見を抑えていきなり韓国語で話しかけてますね。こんなのもう前代未聞のことで、それで韓国語で話しかけてこうのぞオバマが真ん中にいてね、こうオバマ越しにパク大統領を見ながら一生懸命韓国語で発言してる。その間中知らん顔してる。うなずきもしないし笑いもしないね。とうとう笑わなかったんですね、パク女子はね。それで視線を交えようとさえしなかったという報道がありましたね。で写真に残ってますけれども、オバマは座ったままキョロキョロ左右見ててね、両方同時にさよならって立っちゃってるんですね。でその時も笑顔一つ見せなかったと。この態度はね、少なくとも中堅民主主義国、米国の同盟国である韓国の大統領の取る態度じゃないです。あまりに子供っぽくて幼稚でね、もう少し大人の行動言動を守ってもらわないと困る。で中国の習近平もちょっとどうも未熟な感じがします。でオバマもそれじゃあそういう外交大得意かっていうと、これも牧師さんですから、もともとね牧師さんみたいなもんでお説教はうまいんだろうけど、どうもこの三者会談って残念ながら失敗でしたね。でそれも主たる原因は韓国パク大統領の非常識な子供っぽい態度だったと思います。そういう状況でね、その会談がうまくいかないという午前2時ごろ、ちょうど始まったばっかりの頃でしょう、2発のノドンミサイルが平壌のそばにあるそばの地点から太平洋に向かって発射されて、2発とも600キロぐらいの距離で日本海に落下したようでありますけど、もう能力的には射程1300ですから、もうほとんど3分の1ぐらいのところでわざと落としてる。だから直接日本本土を攻撃すると日米安保条約発動されちゃいますからね。そこまでは軍事挑発をする気はなかったんだろうけども、この金王朝の今の当主であるところの金正恩というまだ30歳ぐらいの若い軍人というのは何とも未熟であると、何をするか全くわからないと、射程をもうちょっと伸ばして撃てば
日本の領土領海に届いているんですね。だからそういうことを日米韓の首脳が本当に初めてハーグにおける首脳会議を利用してなんとかその仲直りをしようとして会っているところに打ち込んでくるというのは国際的には大変な非礼であるし恐るべき軍事挑発なんですね。でノドンについてノドンを問題にしている国は日本しかいないんですよ今のところね。それはねヨーロッパ諸国も実はイランがこの出来上がったノドンを中国から購入して配備することを欧米諸国は欧州諸国は EU 諸国は本当に恐れています。なぜなら1300キロの射程のやつがイランに来ますとね全部ヨーロッパ諸国射程に入っちゃうんですね。そういう北朝鮮の軍事輸出これもなんとか止めなきゃいけないしできればミサイルの開発ももうこの辺で中止してもらうと。そして軍事費に使ってる膨大な予算を民生の安定に回して世界の国際社会における主権国家として責任ある地位の指導者になってもらいたいと思ってる。その金正恩の未熟な行動に加えてこの韓国のね今相当な軍事力もあり影響力もある中堅民主主義国家になった韓国がねこんな感情的な根拠のないことでもって大統領がその安倍さんの呼びかけに対して笑い顔も見せない返事もしないとうなずきもしないというようなことはやはり許してはならないことだと思います。日本あるいはアジアの安全のためにもね。それで今や北朝鮮はテポドンを改造したやつはこれはおそらく9000キロ行くだろうと言われています。だからアメリカ本土に届きますね。それで小型化も進んでるのかなと。それから誘導装置誘導システムも大変改善されたんだと思います。なぜそういうことを言うかというと今まで全部北朝鮮の東海岸から撃ってるんですね。だから途中でコントロール効かなくなって自分の領土内に落ちて爆発したら大騒動ですからね。それを今度は自分の国を横断して飛んでいく射程で撃ちましたということは制御装置にかなりの自信を持ったんだろうと。自分の国に落っこちることはないだろうとこういう自信を持ったに相違ないと思います。そういう状況からして北朝鮮はその200発全部今車両で移動して探知されないように撃つということがいつでもできるという状態になったと。で日本をターゲットにしているノドンが200発現在臨戦態勢にあるということ、これに対してね日本はねまず第一にハリネズミのごとき迎撃ミサイルの整備を急がなきゃいけない。これはパトリオット3型と呼ばれるミサイルですけど、日本にはそのミサイル 防空の高射砲隊っていうのが6個高射群があるんです。航空自衛隊に属してますけど6個高射群の中隊数にして4個中隊ずつですから24個中隊ある。で24個中隊あるうちミサイルパトリオット2型から3型に換装をしてパトリオットノドンに対応できる体制を作ったのは10個中隊なんです。それも5年前に安倍さんが第一次安倍政権の時に決めたね防衛の枠なんですね。ところがこれでやっと東京が
守れるかなと、名古屋に一部配置になってるんですけど、まだ大阪は守れません、北九州市にも配備はされましたけど、とても北九州市を200発のノドンから守れるという状態じゃありません。そしてあと海上でこれを揚撃、日本海上で揚撃するとすると、ステルス、イージス艦、イージス艦というその今 80% ぐらいの確率でノドンを撃墜できるミサイル艦、近代的なミサイル艦が今6隻おります。だから事前に情報が早く取れて日本海に6隻のイージスを展開できた場合、1隻で十数目標に対応できますから、理論的には200発落とせるんですよね。で、撃ち漏らしたやつを今度は航空自衛隊のその対空ミサイルパトリオット3型が迎え撃って、これはあの射程が30キロくらいしかないですから、その防護対象の市内かその付近にいないと効力発揮しないんです。だからそれを命令によって現在の地点からそういう防護対象に集中するための時間、これはどうしてもやっぱり情報の速さによって決まっちゃうんですね。だから日本の国家情報収集能力の強化を図らないと、このイージスもパトリオット3型も機能しないということで、やはり国家安全保障上の情報を扱う国家中央情報局の設置がどうしても必要である。で、それが安全保障の3本の矢と私は仮に言ってんだけど、1本目がこの間成立した国家安全保障会議設置法、これによって民主主義国ではありえない満場一致っていう制度を排除したわけです。国防会議、昔はもう閣僚を全部集めるのが20日かかったですから、時間がかかっちゃって即時対応ができない、閣議決定がないとその防衛出動っていうのは加齢できません。防衛出動っていうのは内閣総理大臣だけが加齢できる、もう総理の専属権みたいなもんで、その総理の権限を発動するためには安全保障会議の満場一致の賛成がないとダメっていうのが今までの制度だったんです。それを4人でやれるようにしたと。つまり本来民主主義ってのは多数決なんですけど、多数決原理でも間に合わないんです、非常事態対象は。で、4人に限定したと。内閣総理大臣、外務大臣、官房長官、国防大臣と防衛大臣と、この4人に少数決の制度に持ち込んだっていうのが大変な改革なんですね。で、これが1本目の矢。で、2本目の矢は指定秘密保護法なんです。で、これによって国防会議どころか今の内閣では重大な国家機密に触れるような会議を内閣総理大臣が次々と委員会を設置して、菅さんなんか20ぐらい委員会を設置したんですけど、この人たちには守秘義務がありません。国家公務員じゃありませんから、国家公務員法100条の守秘義務っていうのは宣誓もしてませんから、彼らには適用にならないんです。だから情報、日米会議の情報がすぐそういう無責任な守秘義務を課せられていない政治家、政治主導つってたくさん政務官なんか入れちゃった。そして学者評論家、学識経験者とかかなり左の人が20の委員会作ってみんなそこ入っちゃって、国家機密に全部アクセスできるようになっちゃったと。これは今度の特定秘密保護法でもって政治家でも情報を漏らした場合には5年以下の懲役というものすごく重い刑が
政務次官にも政務官にも課せられるようになる、政治家に責任を持たせるようにしたっていうのは、これは大きな改革なんですね。それで各省のスキャンダル隠しに勝手にどんどん秘密指定してですね、やるんじゃないかっていうような意見がかなり声高に叫ばれましたけど、そんなことはないんです。その法律にちゃんと書いてある限定列挙と申します。列挙するには令時列挙と限定列挙と法律にあります。限定列挙というのはそこに書いてあることしかできない、その他あるいはそれに関連したこととかね、そういうその令時列挙、書いてあるのは令時であってその他もできますよっていう書き方は、国民の権利に関係するようなこういう秘密保護法なんかでは許されないんですね。で、今度の法律はちゃんと軍事、外交、テロ、スパイと4項目に秘密指定の区分を決めちゃってるんです。だから通産省、厚生労働省でもってスキャンダルがあった、それを局長次官で勝手にですね、特定秘密という指定して、これを保護してしまうと、隠してしまうということはできないんです。それできるような宣伝をマスコミがしきりにしておりましたけれども、それは事実でありません。この2本目の矢に加えて3本目の矢が、その前から言っておる国家内閣中央情報局の設置と、それでこの情報局は海外在留邦人の保護、これを担当する部局にすると。今は外務省領事移住部がやることになってるんですけど、名目上の責任であって、実際に何百何千という在留邦人を例えば保護救出して輸送をするなんてことは外務省にできません。やはりこれは内閣の中枢において判断をして、国民の約1割が海外に出ているという 今の現状から言ってですね、海外日本人の保護救出、これほど準備のできていない国はありませんから、それをその内閣中央情報局にさせると。それから現在いる防衛駐在官、警察駐在官を全部内閣情報官に併任発令をして、外務省一等書記官であり防衛自衛隊の一佐であり、かつ内閣情報官であるという三枚看板を、これはもう総理が発令すればいいんですから、そういうことによって情報機関と接触をさせると、公式に内閣の情報代表であるという資格を与えてやれば、今から即戦力になるんですね。現在約100名おりますから。それと国連憲章で認められている大東部コンテスト、異議申し立て、異議ありと叫ぶと、国連の総会の席でですね、同じ案件について2回そのコンテストしてよいと、加盟国はみんなその権利として持っていると書いてあります。日本は、尖閣を取った日本は盗み手であると、中国の外相が国連総会で言ったんですよ。国連外相会議という公式の席で言ったのに、この権利を行使しておりません。こういうことであっては、もう慰安婦問題にしてもですね、竹島問題にしても、日本の正論が全然政治責任者によって堂々と反論されていないと。これをですね、この新しい情報本部が、そういういわれのない対日攻撃に対して直ちに反論するというコンテスト権を持つと、国家抗議権を持つと、こういうのが出来上がると3本目の矢ができます。でいずれにせよ、今現在急ぐべきことは、ハリネズミのような防空対ミサイル能力を可及的速やかに整備することと、というのは24個中隊のうちの10個中隊しかまだ適応能力がないんですね。だからこれ24個中隊、少なくとも全て
4発ずつ対ノドンミサイルを持つという状態にして、主要都市をあるいは産業中枢を守れるような配備をしなきゃいけないと思います。そういう意味で昨日のノドンミサイルの発射というのは、まあ、あんまりマスコミも騒いでおりませんけれども、大変重大な日本の安全に対する軍事冒険というか挑発というか、でこれに対して適切な情報収集をし分析をしてうんぬんとしきりに公式答弁言っておりますけど、情報入ってきません。今のままではね、入ってこないだけじゃなくて、分析したって分析したって防げないんですよ。そんなね、学者みたいなこと言っててはダメなんで、イージス艦をこれ以上増やすことはちょっと難しいと思います。だからパトリオット3型は24個中隊のうち10個中隊はすでに完走してるんですから、これを24個中隊すべてに装備させるというのが急務だと思います。